ゼルスの大谷翔平投手が10日、11日に行われるオールスター戦を前に報道陣の取材に応じ、自身の去就問題、プライベートに関しても様々な質問に答えた。次の球団を決める時の判断基準は？全く考えていないので、今の段階で言えることは本当にない。そこから先は、またその先で決めたいなと思います。2018年にカブスに決まりそうになったと聞いたが、そういう記事は大体嘘が多いので当てはまっていない、勝手なのが多いかなといつも見て思っています。オールスターで一番楽しみにしていることは、まだホームラン打ったことないので、打ってみたいなというのが一番です。プレイオフへの思いは、年々強くはなっていますね。優勝したことがない以上は優勝したいと思うのが自然かなとは思います。3年連続のオールスター、まだ MVP を取っていないが、どういった活躍をしたいか。さっきも言いましたけど、ホームランを打ったことがないのでまずは打ってみたいなと。いろいろなチームと対戦して、来年来てくれという誘い、会話は冗談でもあったか。秘密です、ははは。ドジャースは昨年にエースのウリアスと指名打者の JD マルティネスと単年契約を結んだし、大谷を取るためなのは間違いないやろな。メディアやファンが騒ぐ部分も理解した上で、選手としてはあくまでプレーに集中するという本分をわきまえとるのは偉いな。シーズン中はピッチャー登板時の取材しかできないからか、インタビュアーが席を切ったように聞いとるのが字面からも伝わってくるな。はい、そんなルールできたんか知らんかったわ。大谷はチームに手応えを感じる部分もあるしまだ参るから、できるならエンゼルスで最後まで優勝を目指したいんやろな。トレード期限を過ぎたらこの過熱報道も収まって野球に集中できるんやろか、ともかく自分のやりたいことをさせてもらえる環境で野球をしてほしい。インタビュー以外でトレード報道に悩まされんやろ、てか耳に入っても気にせん。大谷自体は淡々と野球やっとる、過熱報道で浮き足立っとるのはいつもメディアやファンよ。大谷ももう6年目でドラフトで選ばれた選手の中にも、高校生の時に大谷を見て自分も二刀流をやってるって選手が出てきたな。大谷が引退する頃、大谷に憧れて野球を始めた二刀流メジャーリーガーが誕生とか、漫画みたいな展開があるかもしれんな。